重さを確認しようと思ったんですけど全然入れない。これ見るだけでも予約が必要なんつって、で今日はダメで今からこれただ予約取るためだけに並んでます。くそ、さすが銀座だ。申し遅れましたが今銀座です。日本橋から歩いてここまで来ました。で途中でアップルストア、アップルストアあるなら新しいアップルシリコンのエアーか13インチかどっちか手に持ってどんぐらいの重さなのか、どれぐらいの大きさなのかっていうのを一応確認しとこうと思ったらめちゃめちゃ待ってるんですって。なんかもう入店制限が相当に始まっていて、もう当日来ても入れることはほとんどないと。で明日商品を見るだけでも予約をしてくださいって言われて、で予約するために並ばなきゃいけないんですって。オンラインで予約もできるんですけど、オンライン予約だと僕忘れる可能性があるんでちょっとあそこで並んでました。そしたらなんか僕の担当のあのお姉さんがめっちゃ可愛くて、アップルストアって行ったことある人分かると思いますけどめちゃくちゃフレンドリーなんですよ。めちゃくちゃフレンドリー、ずっと喋ってた。もう天国みたいな時間でした。で私本命は15インチか16インチの MacBook Pro なんですね。画面がでかいやつ、画面のところにウィンドウいっぱい並べるんで画面が広ければ広い方がいいんですよ。でもただ M1 チップの Mac 待ちきれないんで、そう M1 チップその Mac が待ちきれないんでエアーも買います。エアーは買って、まあ旅行しに行くときに持ってくかな、持っていかないかな。いやでも結局エアーを買った後にプロを買うんだったらエアーは使わなくなるっていうのは分かってんすよ。分かってるんですけど、ほらアップル信者としてはいいんですよ。なんかもしかしたら使い道あるかもしれないですからね。まあそんな感じです。で今日今から何をするかっていうと、ユニクロの銀座店に行きます。で僕ジャージをですね、ジャージの着替えを持ってくるの忘れたんですよ。だからだんだんもうジャージが臭くなってきたんで洗いたいんですけど洗ってる間着替えがないときついんで、まあ、軽くジャージ的なものを買います。あった、でかいんですよこのユニクロ、世界で一番でかいユニクロです。で今プラス J あそこだ、コラボやってますね。売ってんのかな、残ってんならちょっと見たい。こちら売り切れ情報らしいです。でも割とあるなと思ってたんですけど売り切れてますね。うん、これ見てみたかったですけどね。でもまあまあいいかな。これ寝巻き買いました。寝巻き1200円、さすがの銀座でめっちゃある、めちゃくちゃあるにはありますね。カット層関係はほとんど買おうかな。これユニクロのスーピマコットンってめちゃめちゃ出来がいいんですよ。あれ普通に買おうとすると1万円2万円ぐらい、そんぐらい質がいい。会計の時に聞いて分かったんですけど、GoTo トラベルの地域共通クーポン使えるらしいですよ。となると僕ホテルで6000円分なんですよ。6000円分クーポンがあるから6000円だったらちょっと考えちゃうな。あのプラス J のやつなんか買おうかな。でも定価で買いたくないんですよ僕。どうしてもね定価で買いたくない。ちょっと保留です。保留、ブラブラしながら考えます。結局ヤマダ電機に来てます。これですね、僕がいつもやるのはこれで、コマンドとスペースでスポットライトでドット PDF って言って、このPC の中にある PDF ファイルを全部一気に開きますと思ったらなんか OS があった、あるでしょ、コマンド A でコマンドと下、これで一気に開きます。でどれぐらい PDF が読めるかなっていうのをよくやるんですけど、メモリはアクティビティモニター、これで見ます。
こう CPU のこの占有率、使用率っていうよりもここなんですよ、ここ。このスワップするかしないか、まあこれでも立ち上がってるソフトこんなもんですからね、僕がいつも使ってるソフトこれ入れられないから、うん、まあ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 しょうがないけど、サクサクですね、サクサクですね、いいですね、いいですね、読めますね、余裕ですね、うん、エアで良さそう。でもちょっとベゼルがね、ベゼルが気になるけど、そして必殺のみんな大好き、あーめんどくさいな、めんどくさいな、 Python がどんな感じで動くかやろうと思ったんですけど、めちゃめちゃ時間かかってる、しょうがない。でもこの山田さんいじろうとするともう全部ロックされてるんですよ。もうこんなアップル怒りますよ。これってすいません、ロック解除できます？あ、これで。